はい、こんにちは。今日はね、狩りに来ました。まあね、タイトルは言うまでもないんですけどね、ダンスを使ってプレイしていきます。で、今回の討伐対象がトビカガチかな。トビカガチっていうなんか雷をまとったね、敵を倒しています。で、武器がね、ランスなんだけども、まあ、このチグハグなんかいろいろモンスターからね、素材を集めて防具を作るんですけど、適当になんか作れるだけ作ってね、今身につけてます。で、まあ体力が100、攻撃力230。このランスも2、3回強化したのかな、2回ぐらい強化してるはずってな感じで狩りに行きましょう。なかなかね、探すのが大変だよね、このゲーム。これ追っかけていけばいいのかな。お、なんかでかいのいる。お、いたいたいた。トビカガチ発見したぞ。おー、なんかかっこいいね、あれ。めっちゃかっこいいんだけど。お、こっち見てる、こっち見てる。あれ、こっち見てるけどそっち行っちゃうの。なんだ、今の。お、なんかいるぞ、みたいな感じなのかな。向こうからしたら。と、上からなんか来た、でかいのもう一体来た。やべ、ちょっと待ってよ。ちょっと逃げておきましょう。さっきのやつ何なんだよな。こっち見て戦うんじゃないのかよ。どっか行っちゃったよ、ほんとに。なんだここ。あ、あれ?さっきのやつじゃん。あ、もうあんなとこにいるのか。さて、ダンスで飛びながら攻撃をしていきたい。飛べない。ここ飛べないのか。どうやって降りるんだ、これ。おっと、降りた。おー。あー、なんか尻尾がね、すごいいいね。そうね、突っ込めないんでね。ちょっと直接進んでって、倒しに行きましょう。あー、結構こっちの足音に気づかないのかな。いや、もしくは気づいてんのかな。さあ、特攻して、おー、こっち見た。目が赤い。おー。さあ、ランスなんで、ガード主体で、戦っていく。あれ、ちょっと待って、あいつ結構あれだな。なんだ、すぐ逃げんのか。こっち見たにもかかわらず、逃げていく。もしくは、自分の得意なフィールドに誘っているんですかね。飛びかがちさん。どこだ?上か?あ、なに、こっちへ来いと。思ったら、向こうから来てくれた。さあ、おー、なんだなんだなんだ。いや、戦ったことないんだ。初めてのやつだからちょっとわかんねえんだけど。まあね、まずは相手の動きを確認しつつ。いて、なんだこれ。よし、こういう感じね。ガードしていく。ちょっと、視点がやばい。このノルの木の上に、こいつ。結構よく動くやつなんだよ。飛んで、乗っていく。さあ、上に乗って、背中をナイフで切り刻んでいく。ダメージ1だ。全然ダメージ与えれてない。なんか、ランスでついたら8とか10とかね、ダメージ入るんだけど、上に乗ってやる分には全然ダメージ入っていかないんですよね。さあ、背中切って、おっと、倒した。今はチャンス。頭をついていく。はいはい、いいね。弱点がね、どこかもわかんないけど、まあ大体のモンスターの弱点は顔なのかなと思って。お、なんだなんだ、おーし。ガードしていく。うわ、よくわかんねえし。よし、いいね、いいね。これでいいのかな。尻尾結構ダメージ入る。尻尾が弱点か、こいつは。はい、カウンター好き、見事見つかる。これね、この超ガードみたいなね。なんか普通のガードとどう違うのかわかんない。おっ。うわ、なんかまた溜めてるよ。尻尾を狙っていく。あれ?おお、なんだなんだ。尻尾での投げ払い、鮮やかですね。さあ、もう一回突っ込もうと思ったけど。いて、やべやべやべ。ちょっと待って、なんだこれ。体に電気がついているが、
応急薬を飲んで回復していく。この体のビリビリなんだ？どうしたらいいんだ？スタミナライチュー。あ、これか。打ち消しゃいいのか、これね。ここ上乗れないの。おお、やばい、間違った。落ちてしまった。こっちかな。いやー、なかなかね、動きが速くて、この武器とは相性が悪そうだな。いた。さあ、突っ込んでるぜ。突っ込んで、ジャンプして、ついていく。乗れない。あ、いいね、いいね。結構ダメージ入ってんね。はいはいはい。ちょっと視点がやばい。さあ、腕あんま効かないね。ガード突き。突っ込んでいく。なんだなんだなんだ。なんだ。おお、危ねえ。いいね。やっぱランスね、このガードがいいっすね。どんな攻撃もガードしてしまう。なんかちょっとずつ気持ち減ってんだよね、ライフが。少しは食らうのかな。いやー、なんか溜めてるんだけど。おお。おー、なんだ、なんかめっちゃバチバチいってんだけど。さあ、ここで。おー、なんかめっちゃ痛そう、あれ。あれ食らったら人だまりもないな。おっと、危ね危ね。いや、その猫をね、おとりにして、なんとかチャンスを掴んでいきたい。尻尾がね、弱点なんで、結構、しかも尻尾大きいんだよ。当てやすくていい。うおー、危ない。うおーっと、怖いな、これ。顔を狙っていく。顔か、尻尾かな。はいはい。ガードするが、使ってしまう。そして、生えない動きが、ちょっと、あー、めんどくさいな。見てる見てる、超見てる。さあ、特攻。あれ、なんか止まるな。おお、危ねえ危ねえ。さあ、しっかりとガードして。あ、どっか行っちゃった。なんか飽きちゃったんだな。ちょっとお前と遊ぶのも飽きちゃったよっつって逃げてったんだけど、こっちはね、狩らなきゃいけないんで追っかけていきます。いやー、あのね、富加賀さんのあれだね、顔がぐいぐい動くのがなんか可愛いっすね。あ、入れる。めっちゃ探してる。首が動いてる。あ、いいね、あいつ。なかなか、お？音が止まった。あ、なんか怒ってんな。なんだったんだよ、さっきのやつは、みたいな感じですね、あれは。なんかいきなり襲ってくんだけど、みたいな。さあ、ガンスリンガーの弾を打って、相手をおびき出そうとしているわ。ほら。お！気づいた。なんだ？弾が飛んできたぞ。お、見てる見てる。見てるよ。見てるうちに、後ろに回って。お、やべやべやべ。バレるか。ジャンプして攻撃していく。はい、頭に一発。いいね。ガード突き、スカル。おー、怒ってる怒ってる。さあ、もう一回上に乗って。さあ、今度首元をかっさばいていく。さっきと同じか。あ、このモンスター、かっこいいよね。おっとおっと、危ない危ない危ない。しっかりと掴んで。首をかっさばいて。おっと、壁に当たったが、なんとかロープを使って戻る。すげえな、これ。お、フィニッシュ来ましたよ。首に武器を突き刺して。ほら、いいね。さあ、今がチャンス。顔を狙って。あ、首結構やっぱね、効きますね。もうなんだ、なんか周りのモンスターがめっちゃ来てんだけど。何だろう。いて。
おお、何だ、いてててて、ガードしないと。さあガードだ。おお、ちょっと待って、ガードしたぞ今。溶けた。おお、うわ、猫、うちの猫ちゃんが、うちの猫ちゃんが必殺技の餌食に。あ、全然平気そうだね。このね、うちの猫ちょっと頑丈なんだよ。お、バチバチしてる。おお、ありがとう、回復。いいね。分かってるじゃない。尻尾をついてこするが、動きが速くて捉えきれない。猫が追われてるな。ジャンプしてこいつすぐ。お、44。なんかフィニッシュ好き。強いですね。さあパワーガード。え、顔をついていく。さあガードだ。いいね。さあガード決めて。おっと、危ないか。一応ガード入れていくが、フィニッシュ好きじゃない。カウンター突き入れて首を切っていく。おっと、また飽きたかな。あれはもう結構弱ってるって思ったんだけど、まだピンピンしてそうだな。なかなかね、耐久力も多めなモンスターだそうで、倒すのが大変だな。まあ、ランス以外の武器はね、あんまりなんだ使ったことなくて。なんだっけな、なんかもう一個の、大砲が出るランス、ガンランスか。ガンランスはね、ちょっと使ってみたんだ。ランスとガンランスと、ヘビーボーガン使ってみて、ランスがね、使いやすかったんで、これ使ってますね。お、結構距離があるのに見つかってしまった。またお前来たのかよ、みたいな感じで、結構怒ってますね、いつ。おっと。おお、マジか、死んだんだけど。うわぁ。あの尻尾だよ。さっきうちの猫ちゃんあれやられてピンピンしてたのに、俺は何、一撃なんすか。俺は猫以下ですか。いや、まさかのね、尻尾ビターンでやられてしまうとは思ってなかったけど、もう気を取り直してね、プレイしていきましょう。猫以下か、俺は。そう考えると、うちの猫ちゃん、ね、だいぶ、なんかスタミナがありますね。あんだけやられてピンピンしてるっていう、ね。さあ、このマップもな、ちょっとなんか高低差がすごいあって、この地図見ただけじゃない。どこに行けばいいのかわかんないんだよね。降りればいい。いたいたいた。さあ、見つけたぜ。ちょっと怒ってるな。怒ってるところ。申し訳ないけど、狩らせていただきます。はい、尻尾。お、一撃でひるんだ。さあ、ダウンを取って、弱点の尻尾に、突き攻撃を入れていく。はい、ランスで、顔面突きしていく。さあ、どうだ。怒ったぞ。おな、あれ？ちょっと待って、これ結構あれだな。もう弱ってる感じだね。さあ、ここで突進攻撃を、がっつり入れていく。はい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 。はい、突き入れて。いいね。さあ、どんどん行くよ。頭をついていく。おね、猫がなんか浮き輪に乗っているが。何してんだ、あいつ。超怒ってる。あ、やべやべ、猫ちゃんごめんなさい。この浮き輪をランスで突くとこでした。もうそろそろこれはいけそうな感じだね。飛びかがち。なんだなんだ、アンジャナフ。なにこいつ、めっちゃ強そうなんだけど。こいつ戦ったことないぞ、もう。おお、なんか喧嘩し始めたし。どうしよう、これ。ほっといた方がいいかな。あ、アンジャナフの方はあまり相手はしていないよう。やべ、見つかったし。やばいやばいやばい。おっと、危ない。さあ、行くぞ。相手の行動を予測してと思ったけど、もう早速逃げている。
めっちゃ逃げるね。超逃げてんじゃんね。ちょっと忘れてたよ、このナイフの存在を。ちょっとそろそろね、この投げナイフも使っていきたいけど。さあ、尻尾入れていく。ここもダメか。いや、めんどくせえな、こいつは。ほら、さあ、頭ガード、ガードスカル。うわー、マジか。カウンターをした後に、おお、よし、ダウン取った。さあ、ついていく。適当に倒れよな、顔をやんなきゃダメか。顔をついていく。いて、さあ、乗りたい。乗れない、ダメだな、これ。そう、もう武器の切れ味も悪くなって。ちょっとね、投げナイフを当てましょう。つうか、毒なく、毒か、これ。先にやるべきだったな。さあ、毒投げナイフをぶち当てていく。ほら、最後の一発。あ、マジか。投げナイフでとどめを刺してしまった。こんな、何、投げナイフ一発でとどめさせんの、こいつ。ギャーとかやられたけど。まあいいか、飛びかがち。狩猟成功でございます。いやー、一回やられたな。きつかったな。尻尾の攻撃がやばいね。何よりも。結構動き早いから、めんどくさいね。さあ、てな感じでね、ちょっと飛びかがち買ってみたんですけども。いやー、こいつ、なかなか、やばいやつだったな。おー、口の中、切ったねー。めっちゃ、何、粘液だらけじゃん、これ。うわぁ、汚ねえな。はい、てな感じでクエストクリアってことでね、またもう反応動画もたまには上げていこうと思います。以上です。